はい、酒好きな元新潟市の飲酒動画です。今回も焼酎、コール、焼酎コール、焼酎ダイヤ。ダイヤ焼酎っていうの。こちらは、原材料が糖蜜とアルコール度数が 25% で、容量が 1.8 リッター。そして製造者が日華ウイスキー株式会社。で、販売者が、アサヒビール株式会社。となっております。まあ、値段は1300円ぐらいだと思います。ネットで買いました。よいしょ。前回のは札幌焼酎だったんですが、今回は、日華ウイスキーというか、アサヒですね。アサヒの。アサヒビールの、まあ、日華ウイスキーの焼酎。よいしょ。まあ、焼酎、まあ、日華ウイスキーですからね。日華ウイスキーの方が製造してるってことは、まあ、まあ、味はどうなんですかね。わかりません。それでは飲んでみましょう。カンピー。あ、辛い。これ辛いぞ。あ、甘みがほとんどありませんね。あ、すごい。違うな、やっぱな。さっき、てか今さっき飲んでたんですよ。札幌の、前回の動画の、札幌焼酎。飲んでたんですが、全然味違いますね。札幌焼酎の方がはるかに甘みが強い。こっちは、ほとんど甘みない。甘みがないんだな。うん。甘みがほぼほぼないんだ。で、よく考えてみると、辛さっていうか、アルコールの、カーッとくる、舌触りというか、あれもない。よくよく考えてみると。ほとんど甘みもないし、辛みもないですね。なんだこりゃ。水かな？金宮焼酎はちなみに水ってよく言われるんですけど、あれは甘さがあるんですよ。金宮焼酎から甘さを抜いたような感じですね。ほとんど何も、パンチもないですね。舌触りも、舌触りは非常にまろやかではない。まろやか。まろやか？これまろやかかな？ちょっと渋いっていうか、まろやかかどうかって言われると、まろやかではない。ではないんだけど、ただ味がほとんど甘さもないですね。辛さもないんですけど、舌触りがまろやかかって言われると、別にまろやかでもないんだよね。なんだこりゃ。なんだろう。1ミリも個性が感じなくなった。金宮焼酎から甘さを抜いて、まろやかさを取って、しまったみたいな。風味もほとんどないですね。なんだろう。まずいっていう、
味すらないっていう、その、あの、感じる味すらないっていう、パターン。ちょっとなんか、口に含んだ時に、あの、口の周り、てか、口が、口の中がなんかこう、渋って、あの、なんか、しぼむっていうか、こう、口の皮膚が、キュッてなんかなるんですけど、なんか渋いとか、なんか渋柿とか食った時みたいに、あの、渋ってなるんですよね。あれが若干ありますね。だから、口当たりはまろやかかと言われると、いや、まろやかではないんです。これは参ったな。ちょっと待って待って待って。これ。ちょっとこれはあれだな。ちょっと待てよ。焼酎ダイヤ。なんだろう、この味。ちなみに値段が、税込みで、1214円です。キリッとした飲み口と爽やかな喉越しですと書いてあります。うん、あー、なんだこれ。ちなみにこれも、1.8 リッターまでしかないみたいです。うん。4リッターのやつはないらしいですね。ラインナップを見ると。ないです。最大でも 1.8 リッター。微妙だな。まあ、大五郎よか美味しいのか。大五郎は単純にまずいんで、朝日のあの大五郎ね。あれ単純にまずいんですよ。なんだろう、大五郎からあの、まずさを取って、あの、取った感じ。だから幾分マシなんですよね。大五郎に比べると幾分マシなんですよ。幾分マシなんですね。じゃあ、レモンサワー。レモンサワーで飲みましょう。完璧。あ、これないな。1ミリも焼酎の味しないですね。割ると1ミリも焼酎の味しないですね、これね。これダメだな、これ。これダメだ。1ミリも焼酎の味しない。割るとそのまま、あの、薄れた。もうそもそも個性がないのに、それをさらに薄めて、あの、無個性になったみたいな感じ。無個性を割ったからさらに無個性になってしまった。あ、ダメですね、これは。これはダメだ。これは買う価値ねえな。
甘みもなし。香りもない。これはあれだな。なんという無個性さ。まあ、まずくはないのが唯一の救いか。はい。1112です。ご視聴ありがとうございました。